かあらあらららららら、らこんなんではマスターズなんて。あら、くまもん。あ、どうも、くまもんです。あれ、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 ティームどこ来た。じゃあ、ティームこっち。はい、なんかね、いや、ティーの心配する前にまずボールの心配をしてくださいよ。お願いしましたよ。というわけで、本日もこんにちは。僕マグの時間がやってまいりましたが、スターズも終わり、このうららかな春の日に、はい、ボールをうららかに右の林に突っ込んできました。下心の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。2014年春、はい、なんだ、マグノリア、僕のマグノリアレーン今年も行けずに、はい、ここ、茨城県の、鹿島の森カントリークラブゴルフクラブに、はい、残念ながら借りに来てみました。はい、ここをお借りして、はい、お送りしたいと思います。で、実際にこの僕マグシリーズをご覧になっていただいている皆さんには、こう上杉さんが非常にいいスイングをしているにもかかわらず、球結構曲がっているなという印象が多少あると思うんですね。今ね、フェアウェイど真ん中に向かって打ったのに、うん、林のねど真ん中に入りましたよっていうことなんですけど、で、実はこれってスイングが悪いというよりは、むしろ性格、性格はさておき、やはり構えっていうところが大きい。で、ただ単に構えがじゃあまっすぐ向いてませんから、まっすぐ立ちましょうというような、だからご自身はやっぱまっすぐ向いてる意識だわけじゃないですか、なのに結果的には球が曲がってるということは、自分が打ちたい球に対してはちゃんと立ててないということになります。だから結局目標に対してまっすぐ向いてるっていうことだけではちょっと足りてない、もしくは不十分なイメージだと、ちょっいうことなんですね。教えてください。やりましょうか。はい、ちょっとこれまっすぐじゃあね、一回立ってみましょうか。うん、はい、はい、こうでしょ。はい、で、あそこ、はい、あそこって、その前にあそこってどこですかほら、ゼブラ、はい、あ、ゼブラのポイントですね。はい、で、今こうやってどう、これがさっきお立ちになってたところですよね。じゃあこれを分かりやすく、この赤い傘をちょっとお借りして、まずこれ普通にこのままバホッと置きます、はい、OK ですね、で、今度はご自身のここでいいですか、はい、はい、OK です。じゃあちょっと後ろから見てみましょう。机じゃない、うん、どうですか、机、まあ、そんなにはむちゃくちゃ悪くないですよね、はい、いや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 、右かなぐらいの、どうですか、うん、そんなには悪くない、いいじゃん。で、ただこれで、このスタンスでなぜあそこにストレートに飛んでいかないかっていうとですね、やはり打つ瞬間に皆さんはどこの意識を持ってまっすぐ飛ばそうとしてるかということに尽きるわけです。で、フェースの面をやはりまっすぐ戻したいという意識は多分皆さん思ってらっしゃると思うんですね。構えたところにちゃんとフェースの面がまっすぐ戻ってくると、そうすれば構えてるところに飛ぶじゃねえかというお話になっていくと思うんですが、このフェースをまっすぐさせようという意識が結果的に球を曲げてしまってるんですね。やはり実際にはフェースの面が目標にまっすぐ戻らない限りはまっすぐ飛びません。当然フェースの面がその目標に対して依存するその度合いっていうのはやっぱり6割超えます。6割近くはフェースの面がどこを向いているかによってショットの精度が決まってきます。ですからフェースが戻ってこなきゃいけないのは間違いないんですが、そのフェースを戻す戻し方に問題がある。難しい、難しい、ごめんなさい。そこをこれから僕マグ流に優しく解説をしていきたいと思います。はい、はい、このただまっすぐ平行に目標に立つだけではなかなかまっすぐ打てないという人のために、これからそのまっすぐ打つコツをご伝授していきたいと思いますので、お楽しみください。あれ、終わり終わっちゃったよ今日は。